大阪市立住の江図書館は、大阪府大阪市にある公立の図書館。大阪市立図書館の内住の江区にある地域図書館。大阪市立図書館の内住の江区にある地域図書館。大阪市立図書館は、中央図書館と地域図書館の合計24館で構成され、貸し出した屋形以外での返却も可能である。館内には、オムリスの専用端末があり。 全館の資料の検索ができる。電話による音声応答サービスでの予約が可能。インターネットで資料検索や貸し出し予約も可能。住の江図書館アクセス、施設案内。大阪市立図書館。2018年3月11日閲覧。h t t p w w w o m l c i t y o s a a l g j p スラッシュ。 ページ、id=142、報告地域情報発信のあり方について、思い出の腰と、戦国時代を舞台にした、歴史小説、カルルリンク付きの事例より、図書館会67館ご号演、2016、大阪市立図書館、ウェブサイト来館して利用する、借りるときは、大阪市立図書館、2021年4月5日閲覧、ありがとうございます。